ところに、マスターもちょっと手伝ってくれないかしら。ちょっぴり本気を出して作ってみたら、予想外の代物が出来上がっちゃったみたいで。あ、上、真上、あなたの頭のほら、すぐ上を飛んでる。極めて特殊かつマハトマの恩恵たっぷりな銀箔で覆っちゃったから、魔術への抵抗が高いの。高速や停滞の術式じゃ拉致が開かない。魔眼あたりがあればよかったんだけど、ないし。純粋な打撃を与えなきゃ収拾がつかないわ。でもすっごくやりにくい。石寿式はあなたを吹き飛ばしそうだし、クマラ式はあなたを粉々にしてしまいそうだし、私がパッと使える魔術だとダメね。うっかりあなたごと破壊しそうだから、お願いマスター、完全に破壊しない程度の威力の何かで撃ち落として。よくってよ、それでやっちゃえ。はあ、お見事、お疲れ様。あなたのおかげで無事に捕獲できたわ。で、これをこうしてっと。これで大丈夫、もう勝手に飛んだりしないわ。外装はちょっとだけ破れてしまったけれど、中身は問題ないはずだから。はい、これ私からあなたへのプレゼント。エレナ・ブラバツキー特製の円盤チョコレート。ええ、最高飛行速度は時速 200km よ。じゃなくて、ちゃんとカカオから作った本格の味わいなのよ。天才児たちやカルナにも用意したのだけど、飛行速度に関してはこれが一番優秀な子だったから。元気でまっすぐなあなたにはね、ふさわしいチョコレートを用意してあげたくて。ほら、魔力がたっぷり詰まってるってこと。日頃からたくさん動いてるあなたには必要でしょ。食べ終わったら感想を教えてね。できればカルデアの書式でレポートにしておいて。実験結果は後でまとめてダヴィンチとパラケルススくんに。なんて冗談よ、安心して食べなさいな。でも感想が欲しいのは本当だから、お願いね。